どうも皆さん、キミヤキです。スミゲーをクズキャスト、そしてレジェンドオブグリムロック続きで遊んでいきたいと思いますが、あ、そっか、あの後俺セーブしなかったのか。この謎解きですね。この間の、まあ、この前の枠の後、とりあえず片っ端から一回アイテムを置いてみようかなと思って、ですね、どれかが分かんなかったんだよな。これが分かんなかったのか、ミステリーズを、まあ、Google 翻訳したら、まあ、謎を解くみたいな意味合いでいいっぽいですけど、でこれが分かんなかったんですけど、これが、まあ、鍵だったんですね。ただ、これ回収できんのかなか、分からないので、とりあえず鍵、なんか知らんけど、2つ持ってたな。これなんだっけ、これドクロだっけ、これはドクロか。これが、これはなんとなく最初から分かったよね。石、あ、また間違えて消しちゃったよ。毎度毎度アイテムのところを消すバッテンとウィンドウを消すバッテンが近いんだよ。ということで、とりあえずはこっちじゃない、これが、はい、回収できるんなら、あ、そういえばこれずいぶん前に拾って、この五徳みたいなの拾って、ストレングスが上がるけれどって感じか。どうなんだろうね。今このシリーズで揃えようとしてるからいいかな、とりあえずは。で、これもヘッドオブスティールだけでなんとなくこれじゃねって言ったけど、これでしたね。はい、いや、でこれが、石で開いたのはいいんだけれど、はい、開いたのはいいんだけど回収できるのかな。鍵は回収したいよ。あ、回収はできるか。どうすっかな。骨はいいか。これなんとなくいつか使うんじゃないかって言って思ってたんだけど、ここで1個使ったけど他のもう使わないんじゃないか。置いとくかも、ここに。で石もいいかな。いやー、いや、もう使ってないからいいか、とりあえず置いとくか。はい、で、セーブだけ一応しといて、で、まあこのあと何が起こるのかと。なんや、なんか巻物、You of the strong knightMore powerful than you are。 なんかヒントなのかただのフレーバーテキストなのかがわからんな。トレジュアリー、なんかそう書かれてると多分めんどくさいこと、鍵やな、めんどくさいことが起こる。メンフラムザデッド、死から作られ、ギロチンドマン does not need me。 歩けたかったら、ここにこれを置け、続きか。あ、え、ここもあれ、ここも頭蓋骨だって、死んで作られて、でギロチンでうんぬんかんぬん。違う違う、なんか持ってるか、そんな。あ、あと別に入るのかな。
後で手に入るのかな。あ、ちょっと待って、これさ、これ骨でできてんだよな。あ、これだ、合ってた。なんやこれ、オーブ。あー、装備品か。ウィルパワー、エナジープラス35、ウィルパワーとかっていうのは、これはなかなかに、インテンファイヤー、ファイヤーボール&ファイヤーボールディルモード。あ、これはいいね。これちょっといいかな。特にこの明るさでもいけなくはないんだよな。うん、ちょっとこれでやってみようか。で、あと鍵がかかってるんだけど、先にこっちから、若干そう奥の敵が見えないぐらいなんで。ああ、あ、またこれか。はいはい、一応これは外して何も起きない。はい、本だな。またちょっとせっかくセーフができるんだから、これは？これ何？サーペントなんとか、これなんか、あ、装備品か。プロテクションにレジストポイズンプラス、これすごいね。これは、あ、これも装備品だな。プロテクション1、あ、これは割と有用。ここも装備品だね。あ、フロストボンブ、フレー、あー、プラス12、プラス6。今持ってるものよりははるかにいいものだが、これのここのやつがいつか手に入るんじゃないかと、まあ、もしかしたらもう通り過ぎてるかもしれないけど、っていうのがあるので、いいや。で、本がどういう本かだな。あ、これもスキルポイント、これと同じだね、もらえるやつか。スキルポイントをもらえるやつか、それも悪くないな。この本か、あれですね、あのここにあるやつだね。毒、あ、でも毒そこまで困ってはないかな。それかこの先なんか、それこそウィザードリー出てくるポイズンジャイアントみたいな、もうまあ毒がすごいってやつとかがいるのかな。正直あの帽子はそんなでもないんだよな。あのなんか蛇の腕輪がなかなかなだけで。どうしようか。 ちなみにこれで銃もらえるわけじゃん。これ装備できるまで上げられるかな。そうだ、1ポイント足りないになるんだけど、逆に言うと1ポイント足りないだけだから、次のレベルに上がった時点で装備はできると。あー、どっちにしろこっちは装備できるんだよな。あー、どうしようか。毒、うん、まあいいかな。うん、これ俺の答えこれや。で、はい、で、あ、パリーってのもある、スラッシュ、え、なんですか。で、こっちが装備できる。単純に見ると上位互換なんだよね、これの。なので
まあ一応なんか変なとこに置いて分かんなくなるよりかはここに置いておこうか。はい、これもいいかな、とりあえず置いとこう。これはいつか装備する。で、でこっちか、ここか。開けた瞬間に何か起きるかもしれないので、ああ一応開けようか。で、はい、なんか起きてる感じはしない。長い廊下だな、なんか途中でひっくり返されたりしてる。ループはしてないね今のところは。何も起きない。いやー、ちょっとあなたとここで戦うのは良くないな。こっちが来てくんない？凍らない、凍って、よし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 。で、一旦ここ凍れ、よしよしよし。あ、ここ逃げられた。あれ、あ、そういいんだよね、こっち側に逃げよう。いやー、あれは良くないね。こういうのがあると、じゃあもうちょっと遠くまで見えるように魔法と松明の二刀流で行った方がいいのかって思うんだよな。俺だったらもう一体ぐらい敵を配置するな。寝とこうかな。寝ておいて、とりあえずあのオーガがいたあたりまではいなかったので、まずあそこまで行く。で、といってもここなんだよな。で、で、これでセーブ。で、一応構えといて、こっちだな、念のために。何も起きない。何もいない。何も起きない。暗いな。進んではいるか。よし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 、分かってはいたよ。引きつける。で、
あ、そう、当たっちゃった。だがまあいいでしょう。壁に当たることでダメージがないからまあいいか。ダンジョンマスター、あ、うん、あ、どこ、え、あ、そう、あ、これは予想してなかったな。壁が発生してたな。ダンジョンマスターだと壁にぶつかることで、ダメージを負ってたので、こういう雑な人気とかできなかったんですよね。いつ壁が発生する？これじゃ分かんないな、多分。到着しないことにはだよな。倒しきれなきゃダメかな。多分、ここの、ここだよね。ただこいつ振り向き攻撃があるんだよな。486と食らってんだけど。あ、違うか、あれか、毒ダメージが重なって見えてるだけか。ここかな。ん、お前どっから来たんだよ。ここどこ、え、お前はどっから来たの。え、あいつどっから来たの。ちょっと一旦引き返そう。あいつどっから来たの？ああ、いるね。お前、お前どっから来たの？これで、あのオーガがいるところまで連れてくのも良くないからな。あ、手前でやれたけどさ、あいつどっから来たの。うん、これでいいか。本当はあいつも湧くんだったのかな。ランダム湧きかな。一応何があるか分からんので、ここでも一回セーブをして、いやーでも遠距離攻撃だな。で、こらせろ。よし、で少しでもいいからダメージを与える。こらない。
掘らない。いやー、こんなやり方じゃダメだ。よし。お。で、ここで。いいね。掘らない。よし。よし。ああ、きつかった。剣に書いてた時正解だったな。多分温度だと攻撃の回復ん、なんだ、攻撃できる硬直が回復しきらんかったな。はい、階段か。一通り見てはいるかな。隠しは思いつく限りはないし、ああいらんいらん、いらんいらん、いらん。一回青いクリスで触ったかよ。こういう難しさは楽しいんだよな。しかしパズル系のやつが多い。なんとか寺院だよな、なんとかテンプル、そういう回だったな。降りてみましょうか。あー、ここもまだ陣、あそこ1ってなってたもんな、確か。こっちまで降りた、レベル11まで一回降りてんな。なんかで来たんだな。普通に飽きそうだな。そういう話じゃない。鍵、ラウンドキー、一歩入ったら何か起きるとよくあるからな。まあ、歯車を崇拝してる食べ物。なるほど。
まあ同じ施設なんでしょうから、パズルの続きはあるでしょうけれど、あー、あの虫がいるね。扉、インナーサンクタム、はい。スイッチ、スイッチ。ここは反圧板があって、なんか置くところがあって、レッドジェム、なんやろうな。まあ使う、あ、よく見たらこれ台座も歯車だね。使わせてないな。はい、あー、そういうこと。鍵、これもだ。こういうことか。はい。あ、上の階。上の階へ。一周して戻ってきたってことか。帰り道かこれは。はい。で、まずこの鍵穴試してみようかしら。なるほど、あいつらだけか。そっか、ここがいい、ここがいい。とりあえず錬金素材、どっちかか、これは。これは？あ？おー。やっぱ使うんだな、あれは。一回寝よう。とりあえずそこは、あの虫は倒しておかんといかんっぽいな。
で、そんなに強い敵ではないな、特にうまみもないんだけど、カギ。やっぱりあなたのメモか。I have come to you can only dungeons from top the mountain. I think the dungeon was designed. ああ、まあ、なんでこのダンジョン作ったんだろうって話か。なんかね、開けなきゃいけない気がするんだよな、その鍵穴は。そういう話な気がする。で、出てきたやつに入ってるやつをぶつけろっていう話な気がするんだが、一応構えておこう。ですよね、こっちか。あ、でも虫もいるか。虫が来たら。お前先に来るか。したけど、あ、やっぱり穴があるね。わかっ、ん？なんかある。お肉か。だが、ブドウが死んでしまった。一旦戻るか。そうだよね。多分これはうまいこと当てろってことだと思うんだ。長いな、ここは。往復するにはちょっと長いな。あ、どっちだっけ？こっちか。はい。そうか。全何回なんだろうな。10は超えるだろうと思ったけど。11階があるしな、11ちょっと中途半端だしな、12階とかが、なんか終盤って感じもしないんだよね、まだ中盤の終わりぐらいって感じなんだよな。
でさ、ここな、はい、多分この閉まるのは早い、開くのはゆっくりだから、あーでもこれでいいのかな。あ、いったいったいった、あ、いたいたいた、いきなり感圧板。うわあ、当たった、なぜ、うまい、魔法使い、うおー、なんあー、あー、こいつらか、このクツルっぽいやつらが、クツルっぽいやつらが、クツルっぽいやつらがついに現れたな、この野郎。私もそれ使えるぞ。ゼロだけど凍ってくれた。うわ、物理攻撃が効かない、もしかして。あ、魔法も効かない？あ、死んだ。ゼロだな。勝ち目がなさそうだな。逆に言うと、戦う相手じゃないということだ。一旦こっちまで引いて、こいつらをどうしようか、セーブを分けて、こいつはダメだ、追い詰められたね。ダメだ、セーブを分けてよかった。倒せないんだったら他の手段があるはず。とりあえず広いところに、で、どっかに閉じ込められないかな。見えてるね、多分私のことが。絶対ダメだ。正面がダメなだけとかじゃなくて、うん、ダメだ、側面もダメ。とりあえず分担はさせられた。開くのは開く。こいつらが、こいつらの人員なのかな、ここは。とりあえず開いた方に行ってみようかな。押してみようかな。なんかあるな、いろいろと。閉められそうだな、それ。閉めといて。投げるためのものと、うわ、あいつ開けてくんのか。これない。
いろんな魔法使えるね、お前。投げる、あ、なんか出てる。どこや。新しいところだ。あー、クリスタルがある。でもあいつもワープしてくるかもしれないからな。一旦オートセーブで、これか。これはなんかオケだな。それはもう後回し。あいつ扉開けてきたな、下の階へ。スイッチ、なんか動いてる音がする。クリスタル向こう側にも道があるんだよな。これ戻れるの？戻れるね。増えてない？増えてるな。あいつ何なんだろう。どうやらいいんだろう。この扉は開け方がわからない。違うっぽいもんね。これは多分それなんだけど、うわ、いやー、当てられないんだよな。下るしかないのかな。だって多分魔法も効かないよね。あー、効いてないね。あー、ちょっと一旦ここで終わりにして、で試し、なんかいろいろ試してみてから次の枠再開します。なんか、まあ、倒せないにしてもなんか手段はある気がするんですよ。ではお付き合いいただきありがとうございました。終了いたします。